はい、クリティカルブローというゲームをやってるとこなんですが、今ラスボスまで行ってるんですけど、もしかしたらちょっとね、 SD カードのカード異常って出てたんで、その前にプレイした部分取れてない可能性ありますね。いきなりだから取れてなかった場合、いきなりラスボスからやってるってことになりますよね。強い、やっぱ勝てないな。今のところ結構今までで一番追い詰めてる方やけど、あーでも逆転された。あー勝てない。勝てないわ。はい、終わります。ちょっと一旦切れますね。はい、切ってしまいました。初見プレイのが貴重なのにね、貴重な初見プレイ取れてないってなんか嫌ですね。2回目になっちゃいますけど、はい、これね、幻影闘技っていうね、前回やったゲームの続編らしいんですね。それ最近知ったんですけど、幻影闘技の続編が出てることすら知らなかったですけどね、僕は。だタイトルが全然違うから分かりにくいですよね、続編って言われてもね。はい。これさっきね、ラスボスまで行けたのにね、ラスボスには勝てなかったですけどね。はい。これがめっちゃ使いやすかったんで、これでいきます。このゲームね、私にとってこれちょっとマスターの命令は絶対なもの。マスターの命令は守らなければならない。たとえそれがどんなもので、マスターより新たなる命令、リッキーレオンという少年を探し出し、マスターのところまで打ち届けること。はい、それがストーリーですね。これね、なんていうのかな、 3D 対戦格闘ですけどね、ちょっとストリートファイター EX とかに近いプレイ感覚ですね。これさっきやった時も一面がこのキャラやったな。勝ちました。使いやすいですよ、このキャラ。初めて使って、昨日ね、さっきのチャーはさっきやった時ね、初めてやった時に、いきなりいい使いやすいキャラを見つけたなって思いましたけど。なんかキャラ的にはね、ランマ2分の1のなんか、あれですよ、シャンプーに近いのかなって気はしますけど、中国系のキャラでね、はい、勝ちましたね。
なかなか面白いですよ、これ。2D 対戦格闘のプレイ感覚に近い 3D 対戦格闘って感じですね。スト EX ですよ。完全にストリートファイター EX に近い。その前のね、前作の幻影闘技は完全に鉄拳とかバーチャ系のね、3D 対戦格闘って感じですけど、これ完全にコマンド対戦格闘系の 2D 対戦格闘にかなりプレイ感覚が近いなと思いますね。レイジングストームみたいな技も出せるんですよね。これこいつ殺し屋なのかな？殺し屋っぽいですよね、なんか。勝ちました。リッキー。おお、電撃。うわ、強い。危なかった。はい、4人目まで。これなんかロボットみたいなやつね。強いな。あ、レーザー。やばい。ああ、負けた。惜しいな。もうちょっとやったのにな。さっき結構楽に勝てたのにな。今回強いな。これがね、出たら強いんですけど、あれ、なかなか出ないんですよね。超必殺技だと思うんですよ。
強いぞ、めっちゃ今回えらい強いやん。うわ、負けた、初めて負けた。前回ね、ゲームオーバーならずにラスボスまで行けたんですよ。今回全然違うやん、敵の強さ。もう、なんつうのかね、前回の方が調子よくできたのにね、そのがプレイが取れてないって嫌ですね。なんか、好プレイだったのが取れてないって嫌ですよね。悔しいですよ。せっかくと、ね、いいプレイだったのに、それが取れてないんですから。水の輪ですからね、せっかくいいプレイ取れてたのに。強いなこいつ、こんだけやってやっと倒した感じやもん。前回はたまたまうまく倒せたって感じだったんかな。めっちゃ強いやんこいつ、一番強いかもしんないな。うわあ、超必殺技みたいにやってきやがった。やっと倒した。これが多分ね、前作の主人公だと思われる。このキャラだけね、いるんですよね、前作のキャラがね。それ以外のキャラは全部変わってるんですけどね。こいつも強かったもんな、よう考えたら。こいつも結構強かったんですよね、お前戦った時。当たってないもんな、なんか知らんけど、攻撃が。ほら、全然当たってないやん。今回のが手こずってんですよね。結構ね、ラスボスまでスムーズに逃げたんですよ、前やった時は。信じてください、皆さん。ね。本当に、本当なんですよ。こんなんじゃなかったんですよ。前作では前回やった時ね、ついさっきやった時はね、ほぼパーフェクトでラスボスまで行けたんで、ほぼ負けることなくね、本当ですからね、皆さん。信じてくださいね。疑わないでくださいね。今回ちょっとね、調子が悪かったというか、たまたま運が良かったんでしょうね、もしかしたら。前回やった時、ほら、今回全然やん。もう2回目ですよ、コンティニュー。前回やった時はね、ノーコンでラスボスまで行けたんですよ。本当ですからね、皆さん。信じてくださいね。疑わないでください。本当に。それが撮れてなかっただけですからね、その動画が。あれですよね。たまたまなんでしょうね。たまたまラスボスまで行けたんだと思いますよ。おそらく運が良かったっていうか、調子良かったのか分かんないですけど。強いな。こいつは幻影峠にも出てきたキャラですね。もしかしたらその息子かもしんない。名前ちょっと名前まで覚えてないからね。姿見た感じが姿は同じですよね、ほとんど。
完全にこれコマンド系のね対戦格闘ですよ、プレイ感覚は。チュンリーみたいな技やな今の。これ当たらへんねんな、なんか回転するやつあってた腕を、これこれ当たりにくいんですよね、命中率悪いんですよこの技。うん、こっちも女の子やで。今回敵強いわ、基本的に。前回と全然違うわ。たまたまスムーズにいったんでしょうね、前回は。おそらくまぐれですよ。はい、どっかのお坊ちゃんですよね、こいつはね。おお、今サマーソルトみたいなのやったの。こいつはそんな強くなかったんですよね、前やった時もね。敵出てくる順番も同じですね。こいつ強かったんですよ、めっちゃ手こずったんですよ。なんかナインハラとズイガーみたいですね、なんかサムライスピリッツに出てくる。それとなんかロレントを出したようなファイナルファイトの。なんかストリートファイター EX1 か2かちょっと忘れたけど、こんなようなやついたような気がするけどな、こんなキャラ。ああ負けた。こいつ強いんですよね。
うわ、強いわ、負けた。やっぱ強い。3回目のコンティニューですよ。前回はノーコンでいけたのに、ボスラスボスまで。全然調子悪いやん、こっちの方が。たまたまいけたんだと思いますけどね、おそらく。奇跡のプレイだったわけですよ、前回はね。それが取れてなかったわけですよ。非常に悔しいですよ、本当。うわぁ、全然や、今年ちゃうわ、今回は。勝てる気しないですもん、こいつに。ラスボスまで いけないかもしんないよな、下手したら。この次の敵はそんな強くなかった気がするんですけどね。こいつが一番強いんですよね。一番強かった、こいつが。さっきのロボットよりさらに強いと思う。こいつで2回コンテに使ってますからね。さっき濃厚で倒せたのは奇跡だったのかな。ボスクラスですよね、こいつ。今回いい感じや。よし、やっと倒せた。ほら、いきなりもう突っ込んでくるんやもん。攻撃力強いんですよね、こいつ。強すぎるんですよ。あれが当たった、あれが出た。やばい、やばい。あー、負けた、また。強えな、こいつ。ほんま強えわ。やばいやばい。攻撃力があるからな、こいつ。やばいやばい。あかん、強えわ。全然違うな、さっき濃厚で倒せたのにな。たまたまやったんですかね。まぐれやったんでしょうね、おそらく。こいつが倒せたらラスボスまでいけると思うんですよね。あと3人ぐらいなんで。ラスボスと同じぐらい強いぞ、こいつ。同じぐらいじゃないか。ラスボスは倒せなかったから、何回やっても。当たらへんねんな、この腕の回してるやつ。命中率なさすぎるわ。結局逆転されるんですよ、これで。これ1ラウンドにすればよかったな。そうすれば1回勝つだけでいいのに。2回目だから1ラウンドでもよかったんやな。2回やらなきゃいけないっていうのが。やっと出てくれた。あの技がね、スムーズに出てくれば勝てるんですよ。出にくいんですよ、あの技。超必殺技みたいな感じですけど、あれが出たら勝てるんですよ。勝てるっていうかね、勝てる可能性高いんですよ、あれがスムーズに出てくれたら。ほら、いきなり突っ込んでくるんや。もう不利でしょうがないわ。
攻撃力高いし。こいつがラスボスでしょ、完全に。当たれへんねん、それ。あれ出てくれてほしいね、あの氷の技。あれがスムーズに出てくんないと勝てないわ。もう4回目ですよ。こんだけコンボ食らわせてあんだけしか減らないんですよ。硬いんです。硬いし攻撃力あるし、強すぎるわこいつ。最強クラスですよ、ほんと。ゴーグルも硬いし攻撃力もあるし。結構連続コンボもやってくるし。やっと出てくれた。このレジングストームが出てくれないと。あー、でも負けだ。あかん、もう最初に食らうもん、あかんよ。これがスムーズに出てくれないといかんねん。うわ、強えわ。隙がないもん。5回目のコンティニューですよ。これコンティニュー制限あるんかな、どうなんやろうな。はい、ちょっと今しばらくね取れてなかったみたいで、プレイが。夢中でプレイしてたからね、しばらくこれ本店に5回目ぐらいなんですよこれ、ね、さっきやった時ノーコンで勝てたのにな、それが取れてなかったからね。今回ポンテニューに5回以上使ってますから、こいつで5回以上使ってるんで、で他のやつでも使ってるから、もう7、8回ポンテニュー使ってるんですよ。で、さっき取れてない時はノーコンでね、ラスボスまで行けたんですよ。それが取れてないのは残念でしょうがないな、ほんま。では SD カードの異常だったから運が悪かったんですよね。力弱いなあこの子。氷の攻撃出てほしいな、レジングストームが。これがね、スムーズに出たらいいんだけどな、出し方はよくわからんからね。やっと倒した。一回は倒せるんですけどね。もう最初に突っ込んでくるのは分かってきたから、それをもう最初避けるところから始めた方がいい。でもね、すぐ追いつかれるんですよ、体力強いから、攻撃力が。
ごいな。あかん、全然無理や。次でもう勝てなかったらやめますわ。もうこれ何回やっても無理ですよ。さっきのラスボスまで行けたのは多分奇跡だったんでしょう。それが取れてなかったんやもんな。残念でしょうがないな、ほんまに。運が悪すぎるわ。 SD カード以上が本当にふざけんな、ほんまに。当たってないもんな、あれ。おお、なんとか1回目勝てた。あかん、くれてもだ。ああ、くそ。強いねんこいつ、ほんま。すぐ追いつかれるもんな、体力の与えてもダメージ。強い、うわ。ああ、当たれへん。今の当たってたらだいぶちゃうのにな。あ、やばい。あーかん。あーくそー、もうちょっとやったのになー。あ、やめます。あ、まだや。あ、そうか、まだあともう一回あったか。これがラストや。あー、もう。これ最後の戦いなんで、これで負けたらやめますんでね。強いわこいつ。もうええ加減せよ、ほんま。あ、くそ、レイジングストーム出てるけど当たってないしな。強いわ。ダメだ、もう無理や。はい、やめ。